先生、こんにちは。あ、こんにちは。は先生、今週のアサヒハイフューチュリティステークスなんですけども、い。いつもの馬体診断やっていただけているんですが、今回は馬体の良さ以外にも、いくつかの項目で先生、点数をつけていただいているということなんで、そちらの方のそうです説ね。明からよろしくお願いします。先週、阪神、ジュエナイルフィリーズ終わりまして、まあ、距離とかコースがね、桜花賞と同じなんで、非常に参考になったと思いますけども、今週は、アサヒハイフューチュリティステークス、まあ、ダビーの参考にはなるんですけども、距離と、まあ、コースがね、全然違うんでね、阪神から東京、あるいは仙六から2400ということで、まあ、非常に、参考になりにくいところもあるんですけども、まあ、昨年、ドウデュースがね、アサヒハイ勝ってダビーも勝ちましたし、まあ、また、レース内容とかね、出走馬を見てですね、まあ、大いに参考にしたいなと思います。まあ、今週も、来年のダービーをね、見ながら、検討していきましょう。先ほど、言われたように、馬体だけではなくですね、馬体の他に、血統面、あるいは、その馬の過去の成績面、そして、その馬の動き、フットワーク、まあ、そういうものをね、総合にして、総合点の、順位をつけましたんで、一応、まあ、それが、総合点1位が本命ということではないんですけども、まあ、一応、馬のですね、その馬の総合点、まあ、調教は入ってませんけども、総合点の、点数をつけましたんで、総合点の5位から、始めたいと思います。第5位に、オールパルフェ。馬体が80点。血統は75点。成績面が85点。フットワーク、あるいは動きが85点。総合点が81.25です。先生、これ、総合点っていうのは、その4つの項目のを足したやつの平均化したやつってことですね、割って。そうですね。なるほど、わそういうこかとりです。ました。金亀の肌にですね、サンディ系のディープインパクトのこれ、リアルスティールの配合になっております。まあ、距離はマイルはもちろん、もっと長い距離でも、大丈夫のようです。3戦2勝の成績で、新馬戦は462キロでデビューして2着でした。まあ、パドックでは少しこう落ち着きがなかったんですけども、まあ、1枠だったので少し強引に鼻を切りました。最後は少しバテましたけども、よく2着に粘りですね。2戦目は、馬体重が一気に16キロも増えていたんですけども、パドックでは、1戦目から2戦目ではちょっと背が大きくなったようで、おそらく馬体の成長が見えたのかなと。その証拠にですね、16キロ、プラス16キロだけども、悠々とまあ逃げ切りましたし、3戦目もですね、着差半端心だったんですけども、内容はそんなに悪くなくですね。まあ、揉まれない競馬、揉まれないような展開、マイペース。まあ、そういうレースをすればですね、まあ、なかなか強そうかなという感じはいたします。で、馬体は、少し、まあ、詰まり気味なんですけども、まあ、その分手足が長くてですね、ストライドも、手足が長い分、ストライドも非常に大きいです。ピッチもある程度速くて、したがって、まあ、最後までですね、しっかり粘る力を持っております。毛艶も非常に良くて、まあ、好調そうですね。肩や腰の筋肉も美しく、盛り上がりを見せております。フットワークは頭が少し高くて、その分前足をちょっとこう高く上げる、まあ、ロスがあるんですけども、まあ、しかし、前肢の書き込み力、書く力ですね。そして、後肢のキック力、蹴る力。もう大変力があってですね、肩関節、前の肩関節、後ろの股関節、非常に速い回転をして、まあ、それらがスピードを、素晴らしいスピードを生んでると思います。最後までバテないで、非常によく頑張ります。枠順を、内目を引き当ててですね、マイペースで逃げたら、まあ、なかなか面白そうかなと。先生、この馬は、前足をやや高く上げるロスがあるということなんですけども、はい。これっていうのは、その特定の、例えば馬場が変わったりすると、それが武器になったりすることもあるんですかね、その前足を高く上げるっていう、その走法が。そうですね。いや、道あるとかね、両側とかいうのにはそんなには関係ないんですけども、
まあ、前足を高く上げると前に足が進まないんでね、不利なことは不利なんですけども、そういうのでは、コーク、後ろの力が強くてですね、体をバーンとコークの力で前を持っていくと。そういう馬に関しては、まあ低く、あんまり出さない、足を出さないやつよりはですね、高く上げた方がですね、より前に出やすいということで、まあコークが強ければですね、プラスに面に出るかなと。でもこの馬は非常にコーク強いんでね、前足少々高く上げてもですね、位置間歩が非常に大きくなるんでね、決して不利ではないと思います。ありがとうございました。第4位の紹介をお願いいたします。はい。第4位は、どんでん返し。馬体が80点。血統が85点。成績面も85点。動きフットワークも85点ということで、総合点が83.75。第4位です。母チヂがですね、シンボリクリスです。で、おばあさんが大変強かったですね、トゥーザグローリー、トゥーザビクトリー。お父さんサンデーサイレスなんですけども、まあ、エリザベス女王杯を制しまして、重賞5勝馬のトゥーザ・グローリーとかですね、同じく重賞馬のトゥーザ・ワールドだなんかを生んだですね、名品です。まあ、その肌にですね、昨年の皐月賞馬ジオグリフと同じ、父ドレフォンがかかっております。まあ、なかなかいい配合だと思いますし、まあ、ちなみにジオグリフもおばあさんがですね、サンデー系の肌だったんで、それにまあドレフォンがかかってるということで、ツーダブローリーの、が 3DK ということで、全く同じような血統でね、まあ、ジオグリフと比べても面白いかなと思うんです。で、3戦2勝の成績で、新馬戦は4着に敗れましたけども、まあ、明らかにパドックで馬体が太く見えてですね、直線良い位置からまあ伸びなかったですね、太めがあったんじゃないかなと思います。で、2戦目以降は馬体重が10キロずつこう増えてきてるんですけども、まあ、明らかにパドックではですね、馬体が見た目にも完全に引き締まっておりますし、まあ、気合も非常によくの、乗っておりました。まあ、よく仕上がっていましたので、前走はまあ逃げ切りで、その前はですね、その前は、後位から指したように、まあ、時代性もありますし、逃げても最後までしっかりしております。馬体466キロの中型で、非常にまあ、いいバランスをしております、馬体はね。窮屈でないゆとりのある、まあ、体の長さ。体型も2000メートルぐらいまでは適正範囲がありそうですね。前駆、まあ、前半身、人間で言うなら上半身ですね。非常に力がありそうな形をしております。まあ、特に首や肩周りが強そうで、まあ、筋肉もしっかりついております。で、コーク、まあ、腰の形はですね、中距離型のこうバネのありそうな、まあ、筋肉もりもりじゃないですけど、バネのありそうな形をしております。前後肢、前も後ろもですね、非常によく伸びるフットワークで、ちょっとこう、大物感がありそうなダイナミックな走りをいたします。まだまだ展開などにいろいろ注文つくんですけども、もう少し瞬発力がね、つくといいのですが、まあ、長くこう、いい足は使えそうですね。以上です。ありがとうございました。はい。で、先生、このどんでん返しなんですけども、その2戦目以降、その体が増えていたけども、体が引き締まって見えたっていうことなんですけども、はい。そういうのっていうのは、どうなんですか？もう体重は実際増えて、なんか太めなのかなと思うけど、締まってるっていうのは、そういうのはなんか結構あることなんでしょうか？そうですね。明らかにこう背が伸びてるとかね、成長があるっていう感じではないんですけども、やっぱり新馬戦っていうのはまだまだこう余分な皮下脂肪とかね、余分な肉がついてるんで、まあ、それが競馬使われたり、中間の追い切りなんかで脂肪がこう取れてですね、筋肉に置き換わるんです。人間でもよくトレーニングするとね、脂肪がこうじ、あの筋肉に置き換わって、少し痩せたのに体重が減ってないということがよくあるんですけど、筋肉の方がですね、脂肪なんかよりも重いんでね、体重が増えてもね、体が引き締まるということはもうよくあることです。はい。わかりました。ありがとうございます。続いて第3位お願いいたします。はい。第3位。ラモンタッチダウンですね。馬体が85点。血統面が85点。成績も85点。で、動きとかフットワークは90点。総合点86.25。
86.25で、3位でございます。まあ、豪州、オーストラリアやですね、ヨーロッパで活躍するデンヒル系の肌に、ロードカナラルの配合です。まあ、お兄さんにミッキー・ブリランテや、ダノンザキットなんかいてですね、大変素晴らしい血統です。まあ、体型はお父さんのロードカナロアによく似てるので、まあ、距離の適正はマイルあたりがいいかなと、その辺がまあ、やいっぱいかなという感じはいたします。538キロの巨漢ですね。まあ、その割には動きに重苦しさは全くなく、まあ、むしろすがるくて非常に伸びもあります。まあ、前走はスタートで出負けして、後方の位置取りから、まあ、直線だけで上がり33秒1。差してきて、まあ、競馬はまあ残念ながらですね、届かず惜しい負け方でしたけども、非常にまあ、すごい足を持ってるなという感じがいたしました。で、肩幅のですね、まあ、分厚い体、肩がもう大きいんですね。まあ、筋肉のみならず骨格も大きいんだと思います。まあ、やや胸前が広いですね。つまり抱き、右と左の足の間の間隔を言うんですけども、それがまあ非常に広くてですね、まあ、こういう抱きの広いのは、マイルを超えるとね、若干距離の不安が出てくるんです。まあ、前週はよく前に伸びてですね、滑空魅力、各力も強いので、まあ、なんといってもこの良さ、この馬の良さは、コークのキック力の強さかな。まあ、お父さん、ロードカナロアのですね、腰の形によく似ていて、まあ、非常に筋線の取れた、強い筋肉、大きな馬体を前方に運ぶですね、強いこう推進力を生んでおりますね。背中の筋肉も非常に柔らかな伸びをしていて、まあ、かつ収縮力も抜群ですね。まあ、最後のすごい切れ味は、コーク、腰やですね、背中の強いこう働きによるものだと思います。ゲートの出が少し心配なのですけども、スタートが決まって、楽にまあ中段あたりにスッとつければね、足を貯めれば、このレース、十分能力を発揮するでしょうね。なかなか強そうですよ。はい。ありがとうございました。先生、前にその抱きという言葉はまだ前も説明してもらったかなと思うんですけども、はい。抱きが広いと少し距離の不安があるというのをちょっと改めてちょっともう一回分かりやすくちょっと説明していただけるそうですと。ね。非常にわかりやすいのが、バイエー競馬のバンバ。ソリを引っ張るバンバですね。あの馬の抱きを見ていただいたら、サラベットなんかと違ってね、肩幅も広いし、ものすごい広い抱きしてるんです。そういう馬は、まあ、力はあるんですけども、やっぱりスピードは出ないと。で、なぜかというと、もう右足と左足のこう幅が広いということは、まあ、着地する位置がこう左右かなり離れたところにつくんで、まあ、体がこうちょっとこうバランス、走るときにバランスを取りにくいんですけども、スプリンターやこうマイラーに非常にこういうタイプ多いんですけども、逆に脳梗馬、さっきのバンバで、お話ししたようにですね、まあ、非常に力がある、パワーがあるんですよね。だからダッシュとかですね、スピードなんかが非常にまあ出やすいんですよね。で、まあ、抱きが広くて、ちょっとこうバランス取りにくいっていうことで、足が真ん中に寄らないっていうことで、まあ、やっぱり距離にね、だんだんスタミナをロスして、それで距離を持たないと、いうことなんですけれども、まあ、抱きは、この馬は抱きは広いですけども、パワーやスピードがあるのでね、マイルは、十分にやれると思います。ありがとうございました。それでは続いて第2位の紹介をお願いいたします。はい。第2位、レイベリング。馬体評価は85点。血統評価が80。成績は新馬戦一戦のみなんで、85点。フットワーク動きは95点。総合点86.25。86.25で2位でございます。新馬戦、東京の戦力を、まあ、勝ったばかりの一勝馬であります。勝ちタイムをね、決して、飛び抜けたもんではないですよね。まあ、でも上がりで33秒1は結構早く、抜け出す、こう、走りって言いますかね、抜いてからのね、さらにこう、後ろを広げる。この走りがですね、まあ、一途ず抜けて見えましたね。はい。
父、フランケル、英国生まれのサドラーズ系で、14戦14勝全勝ですね。主砲としても日本でソウル・スターリング、モズ・アスコット、あるいはグレネラディア・ガーズなんかを出しておりまして、ボケもシャーペン・ナップやリファール系で、非常に万能型と、いうことで、距離もある程度持つと思います。馬体重464キロ。決して大きな体ではないんですけども、なかなかバランスの取れた高馬体で、体全体が柔らかそうな筋肉がついております。前肢は長く見えないんですけども、後肢が共高っていて、腰が、非常に高いんですね。したがって、後肢は非常に長く見えます。共高は、腰が気候より高いということで、よく成長すると気候が抜けたと、気候の方が腰より高くなるということで、言うんですけども、まだ成長しきってないと、当然2歳なんで、どの馬にも言えることなんですけども、特に腰の位置が高いんでね、これからまだまだ成長するのかなというようなことは言えると思います。したがって、これから前肢が伸びてですね、体の成長の可能性は大いにあるということでございます。非常に利口そうな顔をして、目も素直そうで、鞍上の指示に素直に答えそうな性格をしているような感じがします。新馬戦もね、ジョッキーのゴーサインで、一気に伸びたように、非常に素直な、鞍上の、指示に従うということでしょうね。で、首や肩の筋肉も、非常によく発達します。特に肩の上腕三頭筋の下側の方、尺側頭部っていうんですけども、ここは異常に盛り上がっております。写真で見ていただいてもわかると思います。で、腰も大体二頭筋を中心に全体的によく発達します。腰の形は、距離はもう結構持ちそうな形をしてますね。このままのフットワーク、あるいは動きはですね、体全体の筋肉の強さはもちろんですけども、前肢の伸びと後肢のキック力の強さはですね、並半端なもんじゃないなという感じがいたします。背中の筋肉、最長筋だとか、括背筋の伸縮力もかなり強くですね、体の伸びの助けになっていると思いますし、この馬はですね、筋肉の強さだけではなくですね、なかなかたわに見られない、新力、ちょっと新しい言葉なんですけど、新力を持っております。ジョッキーのゴーサインにすぐ反応してですね、毎日文字に飛ぶようにして伸びてきます。なんと言ってもまだキャリア一線ですよね。外国サンバであるので、早生かもという一抹の不安はあるんですけども、2月の早生まれなんで、成長も早いということは言えるんですけども、今回も心配はないかと言えば、ないことはないんですけども、しかし先ほど言ったように腰だけのこともありますし、まだまだ成長しそうな面があるんでね、楽しみの方がですね、大きいかなという感じがいたします。ありがとうございました。はい。先生、今ですね、新力という聞き慣れない言葉が出てきたんですけども、これについてちょっともう少し分かりやすく説明していただけるでしょうか。そうですね、新力というのはね、筋肉の強さとかね、関節の、回転力だとか、心肺機能だとかね。いろいろあるんですけども、馬のね、能力は。それ以上にね、何かすごいものを持ってると。で、これ、我々、ホースマンが長年やってるとね、パッと見た感じ、筋肉もすごいな、いや、走り方もいいな、なかなか良さそうだなと思っても、それ以上にね、なんかすごいものが出てるな、と、体から。いわゆるオーラみたいなもんですよね。はい。感覚的なもんですけども、そういったものがですね、新力というので、この馬にはですね、なかなか他の馬にはないようなね、新馬戦を一斉に見たときに、特に外から、後方から差してきて、前の馬をかわしただけでもすごいなと、すごい差し足だなと思うんだけど、抜いてからね、そっからが一気にね、さらに加速するというのは、これなんか新力、そんなものが見えたんでね。ちょっと私の感覚的なもんですけども。はい。ありがとうご過ざい去ます。にですね、はい。岡田茂樹さん、亡き岡田茂樹さんのよく馬を見に行ってね、マイネルの。マイネルセレクトね。はい、マイネルの岡田さん。で、マイネルマックスやマイネルセレクトっていうのは走り方はそれほど軽やかでね、
いいフットワークじゃなかったんですよね。力そう、強さのところはあったんですけども。しかしもあれだけ走るっていうのはね、やっぱりこう中からね、違うもの、それ以外の力が出てきてる。これは新力だぞ、と。よく二人でそんな話をしたことありますし、まあ過去有名な馬では成田ブライアン。そんなにすごい走りではなかったんですけども、強かったですね。はい。それから体は小さくてもね、すごいフットワーク、大きな飛び、ものすごい強さっていうのをディープインパクトね。これらあたりはね、パッと見たときに、しゃあ、すげえ新力してるな、なんて。まあよく岡田さんとの話をしたことがございました。はい。わかりました。なかなかすごく興味深い話ですね。これはやっぱりそのフットワークっていうのがすごく得点が高いってことですね、この馬は。そうですね。まあ、フットワークだけじゃないんですけど、やっぱりこう、G1 競争を勝つようなね、抜けた馬っていうのはもう、フットワークすごいこう、一枚他の馬とは違うようなね、大物のスケールのある動きをするんですよね。それにこう、新力が出てくるとね、本当にまあ、すごい、スターホース、になってくると思います。はい。ありがとうございました。それではいよいよ第1位を紹介していただけますでしょうか。第1位、馬体が85点、血統が85点、成績が90点、フットワーク動きは90点、総合87.5、87.5で、第1位、ドルチェモア。はい、ドルチェモアです。まあ、お父さんがルーラシップ、お母さんがですね、ディープの子で、桜花賞馬のあゆさん。お母さんも G1 馬ですね。申し分のない血統でございます。デビュー以来2戦2勝。まあ、スタートダッシュも素晴らしく、最後の瞬発力も抜群で、まあ言うことないですね。馬体重は472キロ。まあ中型、やや大きいかなという感じなんですけども、非常に強くて柔らかそうな筋肉を体全体にこう治療を得たような、もう体全体についているというような感じですね。適正距離もですね、マイルはもちろん、中距離以上にもですね、まあ、対応できる血統と工具の形も持っておりますので、ある程度距離も持つかなという感じはいたします。太くてたくましい首、まあ、鎖骨乳突筋とかね、鎖骨凹凸筋、あるいは頚胸筋、頚僧帽筋、まあ、首すべての筋肉が太くてすごいですね。肩は上腕三頭筋、三角筋が一面にこう発育しております。で、腰は全体的に大きく、臀筋とか、大腿二頭筋、半腱腰筋が非常によく発達しておりまして、目につきます。まあ、体全体が丸みを帯びてですね、マイラータイプに、マイラー系に多いタイプなんですけども、まあ、コークの形はですね、案外こう自在性がありそうな感じがいたします。まあ、お母さんのあゆさんはですね、足をこうちょっと高めに上げてですね、首を前にいっぱい伸ばしながら、いやいや、まあちょっと硬い走りをしていたんですけども、今度はお母さんと違って、前週はあんまりこう高く上げずに、非常に柔らかいこう伸びのあるフットワークで、まあピッチも速くてですね、各関節、まあ股関節だとか、肩関節、その他の関節もですね、非常に回転が素晴らしく速くてですね、まあ切り味が非常に抜群です。まあ、ゴーサインで一気にピッチが上がってですね、スピードを継続したまま、ぐんぐん伸びてきています。G1 競争は、多頭数が多いレースなんで、まあ、さっと好位につきですね、楽に。まあ、そこから抜け出す競馬っていうのはね、不利やアクシデントが非常に少なくですね、まあ、外を回ることもないし、まあ、正統派の競馬ができる強みがですね、まあ、この馬にあるのかなと。まあ、レースが大変しやすい強みはありますね。はい。ということで、まあ、今回非常に面白いと思います。ありがとうございました。この馬は、お母さんのあゆさんよりも、フットワークはこっちの方がいいという評価でしょうか？そうですね。あゆさんは、決して悪いということではなかったんですけども、まあ、ちょっとこう、硬かったかな。すごい柔らかいね、走りではなかったんで、その分、まあ、体もね、硬い走りをすると、やっぱりどうしても故障しやすいんですよね。あちこちにガタが来て。だから、その分、ちょっとこう、競争成績の数も少なかったかな。まあ、丈夫がちょっと足りなかったかなっていう感じはするんですけども、案外牝馬なんで早く繁殖に上がったのかもしれませんけども、まあ、本馬は非常に柔らかいこう走りをするんでね、
まあ、お母さんより生命、共同生命が非常に長いんじゃないかなと。まあ、その分の成績は上がると思いますけども、まあ、お母さんより活躍するかどうかっていうのはね、その辺のところはちょっとね、わかりませんけど、ちょっとお母さんとは違う、非常に柔らかいタイプだということです。わかりました。先生、今週も詳しい解説ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。失礼い失礼たしします。ます。